ここは天と地が共存する幻王世界。ここでは謎の出来事が起きる。333年に一度、恐怖の生命体が誕生するのだ。それがクイーバである。クイーバは現れるたびに幻王世界に災厄をもたらしてきた。天界の地の火山にさえ多くの犠牲が出た。天と地の二つの世界が総力を挙げ復活の旅に倒してきたが、クイーバは必ずまた現れた。クイーバ1042年、天神風神が第四代クイーバとの戦いで死んだ。クイーバ1058年、天界は全ての兵力を集め第四代クイーバに総攻撃を仕掛けた。クイーバは強大な脈獣を召喚し、部下たちと共に命がけの戦いを繰り広げた。部下を逃がした。アマツヤリは地上の渦巻島で巨大な石柱となり、生き延びたクイーバの部下はそれを守りつつ新たなクイーバの誕生を待った。クイーバ1331年、天神プーシンの娘チンシンがクイーバ対策本部主審となり第5代クイーバを打ち果たした。クイーバ1664年、第6代の誕生が近づいていた。ここが永遠の地主、新たなクイーバがもうすぐ復活するよ。目標区域の生命反応が始まって復活の規模と過剰な望みに出ていこう。太陽の月と星を探るよ、陣形を止め、今月攻撃の命令を待て。さあ、目を離しなさい。心身と神々は気づいていなかった。思いもよらぬ誤算から生まれくるクイーバは致命的な攻撃を逃れ、謎に包まれた命を流れていたのだ。Thank you.
我が身と一つに脈を開き気を解き放つ。そうだ、早く早く、もっとだ、その調子その調子、よし、やるなよ、気が付いげんこつ全身に巡らせ、陰線に沈め、よし、そのまま放つぞ、1、2、3、4、パオーシャキ島に現れる確率が高い。連盟各国は火の国に妖怪戦車を派遣せよ。連盟軍第一陣を組織し、緑陽光から極強1号で渦巻島へ向かうのだ。マンジ。はい、大臣。いいか、よく見ておくんだぞ。史上最強の脈術を一度だけ見せる。邪魔をするんじゃないぞ。お、お。神聖連盟獣の国の特攻力妖怪戦士マンジ、巣ごもり村の村長さんにお手合わせにが。わかったわかった。大声はよせ。まだみんな寝とるぞ。村長さん、今日は万歳人に見届け人を。朝飯は食ったか。飯は後でいい。見届け人が来たら始めよう。よかろう。だが朝飯は必ず食わんとな。村長さん、それじゃ行くよ。お待たせ。見事より早起きなんだけど。ご苦労だな、ブチータイ。朝飯は食ったか。後で食うよ。チータイ、今日村長に勝つから明日から寝坊もできるし飯も食えるよ。そうなるといいけど。それじゃ、見届け人としてここに宣言する虫蜘蛛のマンシャオマンは、マンジーボだ。132回目の村長への挑戦を申し入れた。双方ともに望んだ一戦、恨みっこなし。気なさる。Thank you.
しとる。まだ次の技だ。ここまで。試合はきれいに終わるべし、今の手合わせ勝負あった。勝者の名を。やはり朝飯は食わんとな。父さん。父さんと呼ぶな。万歳神と呼べ。万歳神。何度言わせるんだ。邪魔をするなと言っているのに、また余計な手出しをしたな。せっかく立てた戦術がめちゃくちゃだ。村長また強くなってない？敗者の名を。止めるのが早すぎるんだ。もっとやられたかったのか。あんたのためだよ、シャオマ。毎日朝っぱらからぶちのめされに来るのがそんなに楽しいのか。明日を見てろ。明日と今日でどれだけ違うってのだ。大口シャオ君、あの二人は薬病神なんだよ。これまでは黙ってたが、もうガマの限界だ。村中に迷惑かけて。誰かが追っ払ってくれるってんだが、あたしは政権出すね。誰が来て以来、この村はずっと災難続きなのよ。村の入り口の足も壊れた。聖者もだよ。あれは私のおじいさんが村長だったと言ってたのに、こんなことがいつまで続くっていうの。万歳神、その痛い。黙ってろ。そんなに怒らないでよ。もっと修行すれば明日は村長に勝てる。ああ、やるんだ。はい。やりますって。できる。見て。そんな子供騙しでは村長は倒せん。だけどこれでもびっくりするはず。そならんことを考えるな。さあ、覇王将だ。はい、覇王将。覇王将。こっちばかり言うな。契約を勝ち取れ。怒ってるのが気になっちゃって。怒ってなどいない。怒ってるものか。たかが131回目の負けだ。怒るほどのことか。いやいや、精が出るね。天気もいいですし、暇なみですから運動でもしようかと。いや、それはそれは結構結構。ぼんやりするな。おい、覇王将。覇王将。また来たよ。おい、またやってるぞ。なんとかしてくれなきゃ。もうよそのぐらいお目に行く。私もね。叩き出してはないのか。思い切って腹下しの薬を。じいちゃん守れ。え、あんたじゃなくて。わしはダメだ。なんで俺なの。居眠りなんかしてるんじゃないよ。大事な話なんだから。だが、あの二人の脈術にさほど力はありません。でも連中が来る前は何も起きなかったぞ。グズグズ言ってないで、さっさと追い出しましょうよ。それがいい。いえ、汚いやり方はまずかろう。この巣籠村は礼儀を重んじることで知られてきた。あまり無体な真似はできん。この際礼儀だとかまってられるか。我慢ならん。そうだそうだ、今日こそきっちり肩をつけるんだ。そうだ、これまで私はご飯を食べない。うん、飯は食わないとな。うん、どなたかな。国王陛下のお言葉を伝える。こちらが少将だ。王様の少将？何か大変なことが起きたようだな。ご使者様。何だ。お言葉をズバリお伝えください。クイーム復活。みんなそんなに怖がらなくても。クイーマは何度も復活したけど、みんなこうして生きてるじゃないか。ご使者様、御用はそれだけではありますまい。義勇軍を募る。全国の妖怪戦士は木の国に集結するようにと陛下がお命じだ。今すぐにな。
おお、これはどうして渡りに船じゃ。我が村にはちょうどふさわしい者が二人おります。なあ。少々おいたいさ。ぴったりだわ。そうだね。まさに天のおもしでした。え？誰のこと？でも、奴らはまともな紋章も持ってないんだぞ。はい。誰だか分かった気がするよ。じいたいよ。誰だか分かったのなら、お前さんがすることは何か考えよ。ん？なんでまた俺なの？あいつらとはいい友達なんだろ。別にちょっと話をするってくらいのもんだよ。あの二人が聞いてくれるから。じいたいよ。そう身構えるな。説得に行けとは言わん。おそらくあの二人は自分たちから言い出す。ウィーバと戦うとな。村長さん、準備はいい？朝飯を食ったとこだ。見届け人としてここに宣言する。虫蜘蛛のマンシャオマンは、マンジーもだ。133回目の。132回目。村長への挑戦を申し入れた。総を共に臨んだ一戦、恨みっこなし。気のそれ。しょぼくれてる暇はないぞ。何するのさ。いいろ、お前は戦士としてまだまだだ。いいか覚えておけ。本物の妖怪戦士は常に敵の攻撃に備えているものだ。勝者の名を。止めるのが早すぎるんじゃ。遅かったら村長さん大怪我したかもよ。これまた随分舞い上がっとるようじゃの。まあな、132回目でついに勝利だ。これの何が勝利じゃ。ちっぽけな村の老いぼれ村長に勝っただけじゃろうが。え、実力があるなら天下で一番強い相手に挑め。そうだよ、天下最強の相手に挑みに行かなきゃ。そして勝ったら天下一は僕たちだ。だけど天下最強って誰？それはもちろんクイーバだ。クイーバ？天下のために存在するのだ。平凡な暮らしの中に埋もれさせてはいかん。正直言えば、我らの英雄にはここに留まり、村を守ってほしいと誰もが思っとる。だが、今や広大な天下の多くの命が、クイーバの復活で脅かされている。我らは村のためより世のためを考えて、指針を捨て、英雄を送り出さねばならん。そう、送り出すのを捨てて。クイーバーを倒せ！クイーバーを倒せ！二人の勇者よ。はい。忘れるな。その方に巣ごもり村の期待のみならず、天下の人々の願いを担っておることを。ご安心を村長。万大人の活躍で村の名は天下に轟きます。そうだ、絶対断然その通り。よし、出発じゃ。クイーバーを倒せ。クイーバーを倒せ。平和を守れ。平和を守れ。勇者万歳。勇者万歳。ねえ、クイーバーってどんなやつ？出会うまでわからん。今どこにいるの？
そうだ、何でもする。何が起きたんじゃ。久しいな、村長殿。元気にいたか。挨拶いたみいる、シュエルン殿。何の用かな。クイーバが復活した。天下の平和のため、手下と共にヤッコの戦いに思うのか。それはご立派な考えだ。契約する。クイーバとの戦いは天下の一大事だ。協力してもらいたい。なるほど、目当てが分かってきたわ。両替屋の金を全て差し出せ。英雄への支援としてな。略奪か。いや、支援だ。我が村からはもう戦士を送った。彼らにしか金は出さん。しみったれた奴らだ。天下の対局を知らん。ならば教えて。村長殿、なかなかの腕前だ。しかし、やはりもう年だな。明日金にこだわって、命を捨てることもあるまい。降参しよう。いいや、わしは村長として、みんなを守る責任がある。両替屋の金は、村の者たちの暮らしに必要なものだ。ここで死のうと、守り抜かなければならん。ふざけるな。俺の名に傷がつくだろうから、今までは生かしておいたな。どうだ、村長は、お前たちのためにここで死ぬと言っている。死なせたくなければ、言ってやるんだ。俺に支援の金を渡したいと。よし、降参するな。俺はしない。やめろ、シャオ。堅苦しい。いいところで出会った。ここの金をいただいて、共にクイーバーを倒し、手柄を立てよう。どうだ。手柄を立てるのに金はいらないぞ、僕らも。俺たちの村なんだよ。ここはお前の村。守らなきゃならん。ここに来てから、2年と経たないはずだ。だからどうした。いいのか。こいつらは身勝手で、俗悪で、目先のことしか見ない田舎者どもだぞ。何と言われようと、みんな仲間なんだ。同じ川の水を飲み、同じ大地に実ったものを食べ、同じ村の空気を吸っている。あるいは、同じ夢を見るのかも。詩人のようだな。姫君が惚れるのもわかる気がする。くだらんことを言うな。ここで満開人に出くわすとは運がなかったな。俺様が容赦しないぞ。思い上がるな、狼吹雪。勝てんぞ。
マン殿がこれほどの達人だったとは。わしと戦うときは真の力を隠していたということか。村長さん。あ？うん。ジータは？お前さんたちを呼びに行ったが会わなんだか。会ってない。それじゃどうして村に戻った？マン大臣が気づいた。お？シエルンたちが村へ向かっていったから面倒が起きそうだって。このくらいどうということはない。クイーバを倒した暁には。クイーバは簡単に倒せる相手じゃない。心配無用。クイーバがのし歩けるのはこの俺に出くわすまでだ。絶対断然その通り。正直言えば我らの英雄には村にとどまり村を守ってほしいと誰もが思っとる。そうそう、とどまれ、とどまってくれ。しかしクイーバがいる限り本当の平和は来ない。本気でクイーバに勝つつもりでおるわ。村長の言う通り、偉大な英雄は天下のために存在する。平凡な暮らしの中に埋もれてはいけないんだ。みんな元気で。我らは行く。出発。はい。その前に朝飯を食って。もう戻っては来られないよ。ああ、あの者にならん。クイーバーは世の中で一番恐ろしい魔物だ。シュエルンを100人束にしたより強い。村長さんじゃ勝てないね。もちろん。村長さんは？かなうものか。すごいんだね。だから全て満大人にかかっている。僕もいるよ。ああ、しっかりやれ。クイーバーを倒したら俺たちは天下一名高い英雄だ。このマンションも天下一高貴なものになる。僕たち天下一の妖怪戦士だね。
国とミラノ、世界一大きな都市だ。ここで船に乗るんだね。ああ、よくよくだな。大きい建物ばっかり。大きな木が生えてるだろう。あの下が火の国の王宮だ。あれ何かな。演説は後でしろ。このような紋章は初めて拝見いたしました。結構なもので天下で一番すごい紋章だよ。道に面した部屋、日の出通りが見える部屋だ。ありません。見えない部屋でもいい。ありません。何だと？満室でございまして、申し訳ございません。わっかり、今は陽気のようございますから、野宿なさるのもまた特別な趣ではないかと。いかがでしょう。ふざけるな。よろしくです。なんだ、幽族の紋章。それも妖怪戦士の紋章だ。お客様、お客様、ああお客様、お客様、お越しいただき光栄の至りでございます。なんで泣いてんだろう。旦那が泣いた。龍の紋章の勇者、さすが名高い龍の紋章の妖怪戦士。あの目、あの髪、あの鼻、あの口、あの気品、詳しい部屋はあるだろうか。お役に立てますれば来世までの光栄です。狭く粗末な宿でして誠に恐縮ながら、3つでしたら広いお部屋がございます。そちらでご容赦いただけますかどうか。4部屋は無理か。全く問題ございません。どうぞ中へ。しばらくこちらでお休みを。すぐお部屋をご用意いたします。ちょっとおじさん、おしぼりをどうぞ。こちらは今年の新茶です。おじさん、さっき部屋はないって言ってたよね。うん、お客様、どうかお坊ちゃんにお目配りを。大きなお世話だ。道に面した部屋一つでいい。あるか。お客さん、お子さんの前だからと思って、初めからずっとお顔を立ててまいりました。これ以上は困らせないでください。驚かれましたでしょ。失礼しました。火の国の絵図は？ございます。今お持ちします。そのうまずらのお兄さんはおかしいよ。一人なのに、なんでそんなに部屋がいるの？坊ちゃん、グレーですぞ。聞いただけだ。グレーなもんか。質問してるんだよ、うまつらお兄さん。まっすぐでいい。歌詞をやってくれ。お菓子はいらない。答えて。一人なのに、なんでそんなに部屋がいるの？ああ、お客様。答えよう。私が一部屋使う。たった一部屋でしょ。この件は長年私と生死を共にしてきた、いわば一番の兄弟だ。一部屋取らなければ。そうか、でもそれじゃ二部屋だよ。包の中に母の手縫いの服がある。母の愛が詰まった服だ。つまり母が共にいるも同然。いいよ、お母さんに一部屋、これで三部屋。そして神聖龍国国王陛下の詔書、王の神官として、この詔書は陛下と同様に敬わねばならない。本当に四ついるよ。
あんたについてるシラミにもそれぞれ部屋が必要なら4部屋じゃ少なすぎるんじゃないか。頭がいいや。お客様、竜族の妖怪戦士の紋章が意味するものはお分かりかと。単なる紋章の一つだ。万歳神のは天下一の紋章なんだぞ。もう後には引けないようだ。現実をご覧に回るのがよろしい。そんなわけのわからない紋章お持ちになっていても何もないのと同じです。構わないか。どんな紋章か持っているかいないか、そんなことより妖怪戦士の格は脈術で決まる。紋章が良くなければ腕前もたかが知れておりましょう。大きな紋章を持つ者は皆達人だというのか。もちろん偉大な10種類の紋章が重大紋章と呼ばれるのも実力があればこそ。では妖怪戦士を挑む。結構受けるか。勇者の決闘だ。動じないとは。妖怪戦士の決闘とは英雄同士の腕比べです。あなたの紋章では挑む資格にさえ欠けるというもの。なんだって、挑戦もできないの。おやおや坊ちゃん、真の妖怪戦士ならこんな決まりはご承知のはずです。いや、そんな決まりがあるとは知らなかった。どうやって切り抜けたらいい。その挑戦受けよう。受けた。それじゃかかってこい。お相手するは神聖竜国妖怪戦士カラショクハ。お相手するは神聖竜国独行族妖怪戦士マンシャオマン。マンシーもだ。尊大な奴だ。立ち上がりもしないなんて。よし、では座っていろ。始まります。いたのなら決闘らしい技を出してはどうだ。やかましいわ。本物の紋章は第四脈門が開かれた時に
の紋章表明を起こす。坊ちゃん、あのお方に感謝することで、何も教わってないあんたのために開く必要もない脈門を開いて見せてくださった。あのご身分、あの実力なら、あんたの師匠などを相手に第四脈門を開く必要などないのに。万歳さんはいつ脈門を開ける？脈門か？お前なら一つだけでも十分大したもんだぞ。この俺のような人でも開けるのは三つに過ぎないんだからな。三つ？すごいね。大事なのは数じゃない。どれだけ使いこなせるか。マジ、そいつの財布は聞くな。その連中は見たことがないだけなんだ。本当に偉大な脈術がどんなものなのかをな。偉大だなどと自分で言うのではなく、努力で勝ち取るもの。第四脈門を開くならお前は口先でばかり大きなことを言って、心の慰めを得る弱き者、偉大というに足りなくて。坊ちゃん、目標として仰ぎなら、あの竜族のお方こそが良きお手本ですぞ。やかましい！第四脈門がなんだ、そんなに焼け直しに驚くか。天使の大紋章を授ける。紋章に恥じぬよう一層励め。はい、大臣、お約束します。でも、万大臣のは大丈夫だ、もう一つある。驚いたか、これが俺たち独行族だ。独行族妖怪戦士の掟1、生きている限り戦い抜くべし。決闘を続けるぞ。万大臣、シャオマン。とっても懐かしい声だ。もしかして、母さん。黙れ、母さんじゃないと何度言わせる。いい子ね。王女様、これはどんなご無礼を。いいのよ、人が集まれば騒ぎも起きるわ。
国国王好き一級金星少将を拝命します。この絵妖怪戦士カラショクハン、お健やかにあらせられますようお祈りします。ありがとう、故郷のように生きておいでくださいね。あ、待って、マンジ、マンジ、シャーマン。お前の人はどんなものか見せてみろ。早く
になりたがる者もいない。名門の紋章を持つ家の子には思い出に残る成人の儀式がある。やつはそれを見てるだけ。どんなに楽しい祭りの日が来ても居場所はなかった。やつは紋章のある者を羨み、いつか自分の紋章を手に入れたいと願い続けた。だが盗んだりはしなかった。実力で人の敬意を勝ち取りたかったからだ。どんなに苦しくても、どんなに辛くても、たとえ命がけでも、自分に本当の実力さえあれば、いつか天下一になれるんだと信じていたからだ。盗んだ紋章は真の力の証明にはならないと知っていた。やつ程度には実力で手柄を立てること、どんな紋章よりも誇りになる。そうだよ、紋章がそんなに大事なの。実力を見せたらいいじゃないか。はあ、すごい腕前があったでしょ。本当の力を見せて、そいつらに教えたらいい。やり返さないのか。威勢のいい子がいるな。すごい脈術が使えるのに、なんで見せてやらないんだ。生きるも死ぬも一緒の兄弟でしょ。放り出したままでいいの？これはお母さんの手縫いの服が入った包み。お母さんが一緒にいるのと同じなんでしょ。人に踏まれてしまってもいいの？大炎脈門は、紋章共鳴はどこに忘れてきちゃったのさ。小僧、何の話をしている。この人はあんたたちより強い。やり返さないだけだ。この世で一番恥知らずな真似をしておいてやり返せるものか。やり返さないと知ってて殴るのはどう。立派なことだろ。考えてみたら、帽子をなんか盗んだわけよ。もし実力一つで統括部に入るなら、こんなことするわけないんだ。お祭りお兄さん、やぶやぶ時みたいに本当の力を持ってるやりなの。本当はどっちが強いか教えてやりなよ。早く立って。さあ、どうして。そんな気分ではないらしい。じゃあ代わりに僕がやる。そっちが負けたら許してあげて。お前が戦うには少し荷が重いぞ。望むところだ。やろう、妖怪戦士の決闘だ。妖怪戦士の、そんなクズみたいな紋章で申し込めると思ってるのか。クズじゃないぞ、特攻族妖怪戦士の紋章だ。あの坊主、紋章泥棒のために決闘とは遅い。人が多すぎる、音がしかねえ。かなかった。私はそんなことはさせませんよ。お相手するわ、神聖獣国巣ごもり村独行族妖怪戦士マンジー。挑戦を受けろ。受けよう。お相手するわ、神聖連盟軍第一連隊教官、神聖獣国近衛隊特異、非妖族妖怪戦士リーチュー。紋章を敬うことを学ぶがよい。そっちが先手で。獣国の戦士、
将軍閣下の部下ですよな。やっと船に乗ったのに、やっと船に乗ったのに、やっと船に乗ったのに。くだらない悪ふざけだ。これは見ておく価値がありますぞ。大変な年の差の戦士の決闘だ。いいぞ。今だ。Thank you.
特攻族妖怪戦士マンジの人だからな。道を開けろ、下ろしてくれ、下ろせたら
ないか。殺してくれ。俺は熱くんだ。Thank you.
して先を見張るんだ。これ攻撃一致のバカを引っ越よ。
回収を。ここでおとなしく待っているんだ。父さんが今行くぞ。足が。万太人。Thank you.